小林雄三のエビバディプレイザーミュージック。 DJ 雄三こと横浜 F マリノスディフェンダー小林雄三選手です。今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回の放送はご自身でお聞きいただけたでしょうか。いただいた CD で聴取範囲がちょっと僕の害だったので、住んでるところが。でも CD 聞きました、はい、ご自身の声を改めてこうメディアを通して聞くというのはいかがですか。僕自分の声あんまり好きじゃないんですよね、はい、あんまいい声してなくないですか。でもなんかたまに褒めていただけるんですけど、僕があんまり好きじゃないんですよね、自分自身が。ご本人は得てしてそうかもしれませんね。でも素晴らしいいい声なさってますよ。本当ですか。じゃあセカンドキャリア、これ DJ 目指して頑張ります。まあ、プロスポーツ選手と並行してもよろしいかと思いますし。そうですね、ぜひオファーは横浜 F マリノスの広報のウッチーの方まで。またね、FM 横浜でも DJ デビューなさいましたし。完全他局ですけどね。大丈夫ですか。あれです、 DJ デビューってことでもないですけどね。なんか曲振りやらせてもらう、あれはなんかスパッと決まるとすごい気持ちいいですね、はい。さあ今回も、小林選手ではなく DJ 雄三、えりすぐりの4曲セレクトしていただきましたが、今日もたっぷり皆様に楽しんでいただきましょう。そうですね、ちょっと今回は、2012年聴いた曲、よく聴いた曲ってことで、はい、自分がまあでも少し今ハマってるものが中心かもしれないですけど、はい、まあ、楽しんでいただけたらなと思います。では早速ですが、1曲目に選んだのは何でしょう。ミーカのセレブレイトっていう曲なんですけど、まあ、この曲はまあとにかくこうハッピーな気持ちになれる、そんな一曲です。まあ、僕もいろいろ今年1年辛いことたくさんあったんで、この曲で元気出してもらいました、はい、では早速聴いていただきましょう。 DJ 雄三、曲紹介お願いします。はい、ミーカでセレブレイトです。どうぞ。小林雄三のエビバディプレイザーミュージック。ミーカセレブレイトをお聞きいただきましたが、改めて聞いてみていかがですか。いや今最初から今年1年辛いことがあったとか言うなと広報の方からちょっと指摘があったんで、この曲でテンション上げてもうちょっと明るい感じで番組を進行していこうかなと、はい、思いました今、はい、いえいえ誰もが、いろんなことがあって、それで小林選手もやっぱりいろいろとあるんだと思うと親近感がより増すと思いますが、まあ、いろいろありますよね、生きてると。2012年も皆さんいろいろあったと思うので、そんなそれをなんていうんですかね、いいことは残して、まあ、なんか浄化するものは浄化して、ね、来年まっさらな気持ちでまた僕もシーズン入れたなと思うんで、皆さんもね、いいお正月にしてください。ありがとうございましたみたいになっちゃいますよね。これまだまだ今始まったばかりですからね、ファンサポーターリスナーの皆さんまだまだ続けますよ。さあ続いて2曲目に選んでいただいたのは、トゥードアシネマクラブっていうバンドの、シガレットインザシアターって曲なんですけど、正直読み方が合ってるか分かんないです、曲名の洋楽って得てしてちょっと難しい単語が出てきたりしますけれども、そのトゥードアシネマクラブ、これは知ったきっかけっていうのは何だったんですか。知り合いのミュージシャンがの人がこれ多分好きだと思うよって言って貸してくれた CD に入ってて、すごいすごい良くて、 YouTube でライブ動画とかも見て、これはかなりテンション上がりますね。車の中とかですごい聴きます、僕は。これはさっきの曲は家の中でなんかこう準備しながら聴いたりとかしてたんですけど、この曲はもう車の中で聴いたりなんかこうすごいテンション上がる曲ですね、はい。そういえば前回ちょっと狙っている女性がいた時に車の中で聴かせると落とせるんじゃないでしょうかというようなおすすめの曲がありましたが、今回この曲もそうですか。いや、この曲はどっちかっていうと一人のがこれかかったらちょっと
女の子ビクってなっちゃうかもしれないですね。あんまおすすめしないかもしれない。テンション高いなこの人って。うーん、デート向きじゃないかな。どうだろうな、僕は書けないかなこの曲は。どちらかといったらみんなでこうパーティーで盛り上がるような感じでしょうかね。そうですね、なんかもうあのもう DJ で1曲目スパンってかけてもかっこいい曲だと思います。バンドの曲なんですけど、はい。ではこの曲を聴きながら皆さんね、大掃除に励んでいただきたいと思います。曲紹介をお願いします。はい、トゥードアシネマクラブでシガレットインザシアターです。どうぞ。トゥードアシネマクラブでシガレットインザシアターお聴きいただきました。改めてこうテンション上がりすぎてちょっとお車運転されてる方は気をつけてもらった方がいいですよね。そうですね、テンポも速い曲ですし、スピードを出しすぎには皆さんご注意ください。はい、明るく年末年始を迎えていただきたいと思います。さあ、続いて3曲目に選んでいただいた曲は何でしょうか。これはフォスター・ザ・ピーポーっていう人たちの、Call It What You Want っていう曲なんですけど、まあ、これも今あの初めて発音したんですけど、あんまり曲名とかをあの、まあ、友達と例えば、いやフォスター・ザ・ピーポーやばくないみたいな感じで話せればいいんですけど、僕周りに音楽の趣味ある人あんまりいないし、もちろんチームとかでもあんまりそういうこう音楽の話をこう誰かとすることが本当稀だし、あのアルバムの何曲目いいよね、ああ何曲目マジいいよねって終わるじゃないですか。だから曲名を発音するってやっぱこう DJ ならではのことだと思うんですけど、だから今本当にギリギリです合ってるのかすら怪しいんですけどいえいえいえ、でもあの DJ 雄三のご自宅には結構機材が、本格的な機材が揃っていると前回お話しなさっていたので、たまにこう練習したりとかはしないんですか。あ、しますよ、もちろん DJ も練習しますし、あのベースもあるって今すごいこうちょっとハマってて、あのベースの練習もいっぱいしてるし、サッカーと同じぐらい練習してますよ毎日。そんなに言うと怒られちゃうかもしれないですね。またいや本業は本業でしっかりとなさっているのでその分切り替えですからね。はい、凝り性なんですよね。なんでだからそうやってる時はこうあんまり何も考えなくて済みますからね、はい、ですから一つのことに集中するからこそ中途半端にはできないんでしょうねきっと。そうですね、なんかハマると結構とことんタイプですね、はい、でなんかそこでこう結構あなんでこんなんもできないんだろうみたいに結構本気で向き合いますからねまあそれだけどなたに対しても何に対しても真摯に向き合っていらっしゃるんだと思いますけれども、今年、まあ、音楽以外でハマったな、これ夢中になって食べたなというものはありますか。ハマったもの、なんだろうな、ないっすね。やっぱり音楽が一番。いや何してたんだろうって思っちゃって今2012年。いやもう本当にもう試合もね途中ね怪我に見舞われた時期もありましたけれども、出場して体力回復してなんかあっという間に終わっちゃったんで、いやパッと思い浮かばないですけど、でもすごい充実した1年だったことは間違いないですね。それは何よりだと思います。なんで今思い出そうとしてもなかなかなんか何かハマったこと、まあ、趣味は増えなかったですね、はい、ですから深く趣味に対してはサッカーもそうですし、深くこう掘り下げていらっしゃるんでしょうね。そうですね、あでも少しだけお酒の種類を覚えました。例えばどんな種類ですか。いやあのなんていうんですか、そのこう今まで飲まず嫌いみたいな感じのものをなるべくこうちょっとまあ大人なんであんまりこうね、まあスポーツ選手なんでそんな飲めないですけど、まあ何かそのたしなみ方をいろいろ覚えようかなと思いまして。お酒は適量でしたら体にいいですしね。そうですね、なんかそういう話も聞きましたし、まあなんか酒のお酒の席も好きですし、それはちょっと
今年の変化かもしれないです。もう去年とか全然だったんで、はい、また新たなこう視野が広がると言いますか、世界が広がると言いますか。そうですね、なんかあんまりこう限られたコミュニティとか狭い世界で生きてると損するかなと思うんで、そういう意味でもまあね、お酒に頼るのは良くないですけどね。まあなんかただスポーツ選手って一見こうこういう範囲が広いようで、実はスポーツの世界って狭いですから、小林選手のお立場でしたらいろんな方と出会えるチャンスってあるでしょうからね。そう、いやでも確かにスポーツ選手のコミュニティっていうのはすごく狭いので、まあそれだけじゃもったいないっていうか、まあ、いろんな人といろんな話をすることって結局サッカーにも返ってくると思うし大事なんじゃないかなと僕は思うタイプです。いろんな選手いると思うんですけどね、はい、僕はどっちかというとそういうタイプです。さあ、3曲目に選んでくださったフォスター・ザ・ピープルっていうバンドはどんなバンドですか？いや、バンドなのかすらも知らないです。これもあの人にまだ人に勧めてもらって知ったんですけど、この人たちはま、アルバムまるまるもう全然聴けますね、はい、アルバムって1曲2曲ってあまり好みではないなというのが常ですけれども、いやこの彼らのこの、まあ、僕1枚しか知らないんですけど、これはすごく、まあ、有名な曲も入ってますし、すごくいいアルバムで、結構あこれ今年本当よく聴いたなって、こう曲選ぶときに結構これはパッて出てきたんで、はい。どんな時によく聞きますか？あ、これも車乗ってる時が多いですけど、でもこれは車の時も家で掃除する時も割と万能ですよ結構。でもあのこのさっき言った Call it what you want っていう曲はあの結構、まあ、踊れる曲っていうか、はい、なんか今小林選手が DJ 雄三が掃除する時もっておっしゃった時すごいリアルな感じがありましたけど生活感が、はい、あの掃除する時とか洗濯する時とかで家の中で音楽聴く時ってそういう時かなと思うんですけど、どうですか、いつお聞きになります？やっぱりこうテンション上げる時とか支度をする時とか、やはりおっしゃるように家事をしている時ですね。そうですよね、はい、もちろん試合前も聴くんですけど、はい、試合前もみんな今言ってた曲とかみんな聴きますけど、それよりもなんかこう生活に密着したところっていうとやっぱそういう家事をしてる時とかまた準備とかまた DJ 雄三の新たな一面がね魅力が伝わったかと思いますけれども本当にいやスポーツ選手ってどうしてもこう生活の実態が見えないわけじゃないですか。あ、そうですね、いや掃除もしますし、あの洗濯もしますし、まあ、僕料理はできないんですけど、はい、まあ、全部あの独身なんで全部自分でやらなきゃいけないんで、はい、家電にこだわったりとかしますか？家電にこだわ、あ、そうですね、割とまあ何ですかね、毎日使うものはいいものを使ってた方がいいんじゃないかなって思うのが僕のあれ、何ていうんですかね、あの、そうですね、たまにしか使わないものは別にそんなあれですけど、まあ、家具、あ、家具には家電なんてね、安物がいいの銭失いしやすいものの一つだと思うんで、って言っても別に何があるってわけじゃないですけどね、うち最近なんかヒットし今年ヒットしたのはお掃除ロボット。あ、ないです、うち僕あの自分で掃除機かけたいんで、はい、あとあんま綺麗じゃないんで、あの行き場がないです、あのロボットを買ってもこう多分物が落ちてたりとかするとこう行けないじゃないですか。まあ、機材もありますしね。そうですね、まあ今んとこは自分の手で掃除でいいかなって、本当はもう広くてもう自分で掃除するのは大変だっていう家に住めるぐらいのスター選手になったらちょっとルンバって言っちゃった、お掃除ロボットでも買おうかな。商品名言っても大丈夫ですか？本当ですか？いやなんかこのね回し物だとか思われないかとか、こうねいろんな日本のメーカーもたくさん出してますしね、はい、というこう家事にも勤しんでいる様子が伺いましたけれどもでは早速3曲目をお送りしましょう。曲紹介をお願いいたします。フォスター・ザ・ピープルで Call it what you want です。どうぞ。